AKB48 の渡辺朝友と女優の稲森泉がダブル主演を務める連続ドラマ戦う書店があるかっこ、フジテレビ系火曜22時の第3話が28日に放送され平均視聴率4.6%ビデオリサーチ調べ関東地区 以下どうと最低記録を更新したことが分かった初回から6.2%とつまずき1996年4月に設けられた「同連ドラ枠」の初回において歴代最低を記録した同作それをさらに下回る今回の結果に同局もお手上げ状態だ第3話では同僚の見た 千葉武博に告白するも、振られてしまった秋、かっこ、渡辺。今度は小幡、かっこ、大東春海から付き合ってほしいと告白されるも、振られたばかりで、冷静な判断ができないと返事を保留にする。そんな折、美智子、かっこ、稲森泉を守ろうとした三田が、万引き犯に刺されてしまう。ネット上では、 面白くなってきた渡辺朝友の演技がだんだん良くなってきたという声も見受けられるもののこの脚本では眉ゆもかわいそう原作は面白いのにイメージ壊しすぎと脚本に難色を示す声が相次いでいる。